それ受けメッセンジャーはいこんにちはメッセンジャー黒田ですどうもこんにちはメッセンジャーの相原ですこんにちは川岸由佳ですもう梅雨真っ盛りねもう愛媛雨さすい雨がどしゃぶりもすごいびっくりしましたこの前ももう何んだっけえー何夜だかなえーと木曜の朝か雷と俺その音で久しぶりに動きましたわあの四時ぐらい四時四時から四時半ぐらい学校も休みでしたよあ警報で いやでもね、これは本当にあのまあ大阪まだ雨しつこかったっていうだけですんだけども、はい、まあ例えば九州の方ね、熊本鹿児島熊本鹿児島長崎,長崎福岡,福岡という。 でもあんなこのコロナの状況の中であんなことになったらそりゃもう大変でしょ大です、まあ、我々もね熊本とか鹿児島で知り合いが多いからあ俺はそうやねだ知り合い多いねあの鹿児島も毎年行ってもう連絡したけども鹿児島の人はまだまだ大丈夫,大丈夫熊本も地域熊本のまあそのあふれてる地域の近くに親戚がおったけどかもうギリギリやったあ<ー>でも結局 大丈夫ちゃうか言っってて垂直避難2階に追って車だけはやっぱり上の方に上げたとは言ってました、ね、でもその車も流されてね<う>で亡くなられた方もたくさんおるし、えー、でやっぱりこういう時になんかあのこんじゃこんじゃんでも言うてんけどね、はい、やっぱりあの自衛隊の、ね、方々の,その大変さっていうのはもう一回見直さなあかんよな。いろんな地区からで,でしかもコロナの時期でさその3密がどうのこうのって言うてられんわけやんか例えばその、うん、だってそうやろだって救助するの、うんうんうん 正直な話ヘリコプター出してそこの中から出してでも見ちゃうぜなんかた死ぬわけやから命あってのもんやて思いながらど返ししてやられてねしかも大きな声出さんと赤巻やんかそれであるとかケン取るとかそれ言ってんのになんか知らんけどももちろん助かってよかった人もおるんやけども自衛隊さんの頑張りっていうのはあんまり報道しないでしょれへんんややっっぱプロかからねみな分て るんですけんかだってその災害の時にやっぱり僕らはまだこの大阪でね豊田たか阪神大震災の時ぐらいですからあんまりしかも大阪おったんで自衛隊さんにお世話にはなってないけどもそういう災害の時っていうと必ずやっぱりああいう自衛隊の方々いないとあかんやんかそこの再認識でもちろんこれねまた普通の時にやったら必ず九州のんていうんその募金だとかそういうことってなんだけどこのコロナの 日本がこう言うたら世界中的に景気が悪くなった時にやっぱり言えないっていうのがあるやんお金出すしかないもうねボランティアも来てくれんねそうやねあちこちから集まってもねボランティアも来てまあねまたこのコロナの時期に不要不急の移動はまあこれは緊急のうやから行かなければならないんやけども絶対密にはなるからなそうですよねでも言うてられへん言うてたわそんなことはその災害被災された人らはね考えたらこれもう何泣きっつに走って そのねいやこれだ七7月じゃなくて去年なんか8月でもすごい集中豪雨があるからそれがまた台風来るからまた地震も来てるやろ関東の方なんか地震結構来てるしなまたこれ大阪も別にほんならね対岸の感じじゃなくていつ来るかなんて関西分からへんからねで前回も「台風は大阪来へんねん」言いながらもう2年前だけ来て3年前どえらいもの来てな台風がねだからの本当にあのんて言った再認識やね これもう一回、うん、あのもしもの時の緊急のところでどうすればいいかっていうことは何かそのもう何が起こっても不思議じゃない時代になっちゃったあで,、ね、で僕の,あの奥さんの知り合いがあれや、ね、あのやめはったんやろ看護師さんをですか看護師もう疲れて<ー>いやそれが東京やねんけど、はい、400人一斉にニュースありましたねボーナスはゼロですとなつのこんだけ 酷使してうちは赤字やからって言うねんけどそれこれはほんならそんな無責任なって言えるのっていう話やんか給料も安いしボーナスで、しかも残業代は残業代は出にくいし残業はむちゃくちゃ多いしかも命がけやんリスクが高いやんせやのにもかかわらず言うたらえそんなん私たちも命かけてやってんのにって言ってボーナスがゼロってなったらみんなでやめましょうか やっね実際僕が入院してるあその重病患者の方がたくさんいてるとこでしたからその看護師さんにも大変ですねって言ったらその看護師さん自身がやっぱりコロナ関係で働いてる看護師さんに比べたら私らなんても全然その人たちの家の家の人たちのリスクもあるや家族のリスクもあるから差別とかも受けたりとか子供預かりませんとかね。 そこういうところで働いてるところの娘さんを持つお母さんがね、うん、もう毎日その東大、ね、から毎日このなんか生きて帰ってきてくれてよかったと思うらしい,んないそんな気をだらしい。 毎毎日日んんかこの人持ってるこの人持ってないじゃなくて持ってる人に会うやからな絶対に。でまたその今の技師さの言葉じゃないけどね前やったらねうちの娘そういう看護師やってますねっていうまあ見た花形の仕事やったんだみんなのやっぱ言われへんなってくねんてほんでなあの人は毎日。 な、かってそこの言うたらコロナの病棟行ってるとかなったらさ大変やでだから専門病院みたいなね今大阪にもできましたけどそこになかなか勤めてますともまあ正直な話なかなか言いにくいのかも分か400人全員がどうしたかは知らないですけどもその人いわくはほぼほぼ全然違う仕事やるってもうええには戻らない戻れない戻らないああ大変やと思う 国の問題でもあるやろ。だって言うたらさやっぱりこうやってこれ今400日1000人辞めたからこあのニュースというかなってるけど。 んだそれでやっぱりやっぱりその分これコロナの状況でなってさお年寄りもこんだけ多くてさってなったらやっぱり何かしらのやっぱり得点というかつけてあげないとお金やで。いやそやで。いやでもほんま言うったらとっももうそのね夜勤昼勤でものすごいあのローテーションもきついので夜勤でも確かに俺が入院してる時もね、うん えー、11時1時3時5時に見回りくんねんあそうですねでその人が次の日休みなんですまたその次の日はまた来はんのよ<ー>またその1週間だったら別の昼気に戻んねんあ<ー>まあ例えば、まあ、今回はね税金が結局、うん、まあ税金があるあって貯めている金を、まあ、コロナでバッと使ってしまってまあまあ東京はね大阪もないからね、うん、借金ばかりやかだからないなりに出すっていうこといですよ、ねうんうん、なんとかしないとねうん まあでもしょうがないわな金がない言われたらな今まであんだけ儲かってたのどこ行ったんや話やけど大阪はずっとないからねもともとねもと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 借金やからそれもおかしいかな。 誰のせいやっていうを大にして言ってやりたいけどな。なんで金ないね金をだから借金はそれは仕方がない言うてる人おったな。おった。いやいやお前やろって言いたいけどなほんはな。蓋開けてみたらもうえげつない。お前何やねんとか言いたいよな。言いたいよ。お前しょうもなことばっかりやがってみたいな。お誰とは言わんけどさ言わんけどな。ほんなそれでプラスこの弁あの。 介護士の方の方話聞いたもうだってご飯食べに行くこともできへんやんかんなかなか仕事帰りでねもうそれはもうお金ぐらいやで俺らがさもう劇場はどうのこうのようなほんまにほんまに小さい話はもいやもうどうでもいい話やまあまあな、まあ、それ大変やけどもさはいまあねつくづく思うわ。 こうういのだからの変にね募金しましょうよとかもう何かお金をどうのこうのとかいうのはでもそれはやりたい人はやったらええし別に俺やったんです私やったって言わんでもええしでも何かしらやっぱりこういう時に助け合いちょ大事やでこれ日本日本自体がこんなん看護師さんがやめられた言われたこんなんも日本自体が潰れちゃうかな大変やこの前もお医者さんのね俺が入院した時にお世話になったから一緒に。 ご飯食べてたやんや、やっぱ大変や言ってうでよ、ね、芸人は。芸人さんの方も大変でしょって言うんだけど、うん、大変さの重みが全く違うやな。うん、この方々がおるのと、俺らがおる、<や>ね、別にオロがおる前は、社会的にはどっちでも,ええやんちでもいいから。いや、ほんまに、ほんまに。別に、ほんで。 そんなおもろいこと言うてへんしな。<laughs> ようよう、地面にした、ね。地面にした。そんなおもろいことは言うてないね。いいない俺らでこんなんやから、他のやつどうなんねんっていや、もう、いやい、みんなそうやって。<laughs> やみんな、だからそうや、ね、んそんな別に、そんなええのよ。そんな。んで、多分な、おるやろ、友達におもろいやつ一人ぐらい。<laughs> そいつお前いだから、今それと会われへんから。<laughs> やね、いや、その、そ何や、あるいはな、リモートでやったらおもろい。おるで。

戦時中もあったんいは戦争でなかなかなくなったからそれはもうしゃあないやんかでも戦んかすごいすごい時から以来っていうけど江戸時代の何かとかみんなが300何年の歴史あって戦争中は確かにあってその前までは多分戦争中も絶対やってたって。 多分だんじりはアメリカ軍からやってたのに別に日本からしたら悪いことではないからね悪いことでただ戦後始まってあ終わってから初めて七十、どんだけ雨が降ろうがで風がこうやってたやってたこれがだそれはだって天津祭りがないやろあそ花火天津祭りは俺まあさその正直やでなくなる表で。 こんなん言うたらけ花火もさ、人も集まるやんか。俺、だんじりはやっぱり何がかんやよ。でも、やるんちゃうかなと思ったん祭りがないっていうことは、もうないわ。俺はもうないと思ったでもそこで逆らうおっさんとかおるんや。いや、おっさん逆らったかて、甲子園がない声のでかいおっさんが、もう、あれやで、そのカンカンバからもう動けへんみたいな。動けへんかった、動けへんかったでええけどさ、勝手に。もうここを捜査みたいな。シャッター閉めなしゃあないや、それはだんじりごは。俺を引いてから行けみたいな。くややつがれへんんか 行くで言うたく行く人はおったと思うわそれでクラスターでも来てみようクラスターとか関係あれへん関係あれへんねんじゃないおったと思うけどやっぱり今回はモラルがあったなと思いましたやっぱりいろいろ空気読んだや思うわいやこれはなかなかやなこれコロナで一番びっくりしたないろいろ中心だったけどだからほんまにやっぱり人間って慣れやってさやっぱり気になるところあるよな まあ,ね、まあ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 、うん、それはそれゃしし、ね、だからそのなコロナがもう昔からあるもんやったらわかるでだからこんな人間がいやもう大丈夫ですとかまだ無理ですとかで正直な決めれるもんではないような気はするよね。 まあね。そうやろう。そう、そう、ね、日本って。だって、まあ、正直、ワクチンと特効薬ができたって。多分、免疫下がってる人はなくなる。そうやインフルエンザだって、なくなる人はなくなるし。だって、風邪引いたって。そう、なくなってるやろう。で、はい、普通の風邪引いて、肺炎になって、なくなる人もたくさんおるから。インフルエンのとこにな。おる、な、特に、だから。 あの冬になったまた来るやんか、はい、でコロナがその時になくなってるわけがないわけやからでで普通のインフルエンザの強力なやつが来る時もあるからなあるんですよこれはやっぱりいやサバンナのヤギが言った自転車とニワトリやなやっぱり自転車とニワトリ <laughs> だから助かるっていうわけでもないけどな <laughs> 自転車と鶏を持って密のとこに行ってたら一緒やんかいい別にそこで山奥で住んでるんやったらまあ大丈夫これや,やっぱりな頭の中ふっとよぎってるもん今ん山奥いやあの田舎に住もうかなって思ってる本<ー>でも黒田さんやっぱり田舎に住めば住んだででこの集中豪雨とかまあな,なかなかそっちのリスクもありますようんうん、うん やっぱりん、ね、その土砂崩れいうのはやっぱり山があるから、からからこの山がない田舎。 例えば。でも川はあるんじゃ。ないですか川も危ないから、まあまあ川もない。だって、警報出てた時に、やっぱり偉いもんで、東大阪向こうが、まあ生駒やんか。最後まで警報が、東大阪だけど、なかなか消え。ああ、生駒がな。あれも珍しいね。東大阪で、そんな警報出んの。あ、そう。それだって、やっぱり、うん、ないとかで、そんな、そんな。大阪市の方は、もうすっと消えてんの、中央なんですけど。東大阪だけは残ってた。うそう思ったら、田舎住んのったって、あなた、なかなか。東大阪。 そんないなかちゃういやいやチャイコだからコロナでまた自粛ってならんとは言われへんやんかそりゃそうでよねそん時に都会に住むほど嫌なもんないやんか家賃は高いしさ大阪でもまあさ大阪市で多いやんかはいでまあそれこそ岸和田とかで乗ってる聞いたことないねあそいてはるんか知らんでいてはるかもしれないでもな前回はやっぱりその 移動したたたああんんっっやそれでの人数だろ今回も移動へってるからうちゃん悪いけど結構東京から来てあの南のバーでも結局東京から来た人がってなってたからやっぱりそのまあまあこれ全部な東京のせいにするわけじゃないででもやっぱりいっぱい言われてるん東京由来とかあの埼玉とかな言われてるやんかでもやっぱり俺ら生き生きしだしてるやんか。 だから、どうしても、そこの、やっぱり、ことっていうのは、なるわな。なんか、東京のタレントさんも、ぼちぼち言い出してますもんね。<何>いつ来れなくなるか、わからないからっていか。ああ、そうですか。もう、ここの感じで、増えていくんやったら。 やっぱりもうそうですよねでもなってみんなもう社長正直な話東野さん来られへんやったらもうチャチャ入れマンデなんかできへんやろリモートちゃうもんそうですねリモートではやっぱりメイン司会者やからなでも正義の味方リモートでやってたもんなあほんならもうやらなだろうがよいや言うたかって「チャチャ入れマンデっていう番組歴史薄いんよ用意丼みたいに昔からやったら何歩でも再編集できんだけどチャチャ入れマンデそんなんないし またまたあれかいな過去のそうお得意の過去かよな過去のアーカイブ的なアなやってきますよねねまたエイレもんで俺らちっぽど人間に鋭化現できてるなと俺らこういう仕事のやつって思うけどほんまに初めて見たリアクションができるね何でか言ったら初めて見たから覚えてないから何一つ何一つ覚えてないマクボロンにもリリポーテー 関西テレビは結構気にするからそう東野さんが仕事しすぎやねあの人がうん。俺は悪くないと言って,てね。<laughs> <あ>ね俺の周りが不幸になるけど俺は悪くない <laughs> <laughs> と言って。

いや面白いけどね、うん、でもまあまあといういろんなことを踏まえながらやっぱりね,ねあ<の>日々過ごすしかないよあと2年3年かかりますからね <laughs> あでーってル検定なくなりましたえっ はい今年中止です。コロナでいや違いましたビール検定です。人が集まるところがそうですそうです密になるのでまた受けられへんかった。一回目も勉強したらいいんちゃう？ビール検定な回目なんですよ。絶対その通るように日々こう逆に言うと蓄える期間かもしれん家でおるから。 あ、なるほどね。ビールの知識。何でもやりたがんねん、リッシャンは。そう、お父さんだって暇やも。ボイシーもやりましたよ。東、行けた。ボイシー、あやった。行けた。登った。登った。まだ全然連絡とさたなしなんですけど、二週間ぐらい経ってます。あ、ちょうど二週間ぐらいかな。落ちたな。え、あれ大体二週間で来るんですか。ボイシーっあのせめてさ、落ちたら落ちたと連絡はないんかいな。 なって俺それだけは頼むわ発想を持って発表しちったような気がすんねんなどうやったかな,なんかないって書いてたかもしれないですもしかしたらでも何回でもトライできますっていうのは書いてました落ちたつってかなんて書いたんボーイシーーってますあっ、まあ、俺らのやつとか言わんといてない <laughs> <あ>恥ずかしいかそれはね一回学んでるんで昨年学びましたので <laughs> それは言わなかったんですそして逆ギリギリエピソードでんて書いた まあ、現代、まあ、コミュニケーションに悩んでる方が多いですよねと、うんまあ、私今習ってるんですよ、うん、UCAN でね。うん、で通信教育でやってるから <laughs> 通信教育でコミュニケーションを習ってるのでそれを皆さんにお伝えしたいですとで時には悩み相談なんかしたりして。 人間関係こういうの悩んでますっていうお便りが届いてますこうしたらどうですかっていうのを発信していきますって書きましたツイッターのフォロワーもいますって書きましたでそれにいますってないや何万人いますよだから逆に <laughs>、ねね、何万人っていうことの <laughs>、ね、は大きいじゃないの万人もいないのでね有名人でも落ちる人は落ちるらしいあ、え、そうなんで,すかでもみんな落ちたって言えへんらしい それは有名人やからまあそうやけどあまあ実際有名人じゃないかないやいやだから嘘ついて有 <laughs> 名人有名人ってこううて有名人がこの業界にいることは書いてないのは書いた書きましたタレントしてますちょっと匂わしちゃったトもしれないちょっとこっそりやってますとでもコミュニケーションのことを悩んでる方には助けたいですみたいなそれを発信していきたいですああ って言って連絡はない。そこのコミュニケーション取られなからとりのコミュニケーションはいらねえって求めてねえって言われました。でもこんな聞いてるかもしれんからな。担当者がもしかしたら。あ、おめえですね。なんか十十二分ぐらいでやってるガリクソンがやってるなんかそうよくよくわからんラジオみたいなもあンドレそれな、それや。へえ。そっちもしボイシーじゃないやとしたらそれもじゃ挑戦します。それなんか十二分ぐらいしか録音できへんねんけどって言ってそれは誰でもできますとは言ってた。あ。 じゃあ、もしも、<laughs> それもあれやで、中学のそれガリックさんが勝手に声撮って、<laughs> <か>流してるのちゃう自分のツイッターと合わせて今日、その、えー、配信します。あ、それは別にあるよ。クイックしたらなんかそういうのがあんねんて。ああ、そうなんですね。なんか、やってるわ。へぇ<ー>全然増えへんねん、でも。増えへんと思う。俺も全然増えへんもん。 あ聞いてる方がですか楽しいや聞いてるっていうかあの言うたらあの構成作家が、はい、あの勝手にパッて俺が要は打ち合わせするから、うん、その時とかに、ね、飯食いたい時とかにパッてこうお押す、はい、押しようねんけど、うん、でもまあまあしょうとなんて分かんねんけどあ,<ー>あんまりねあのほんまにラジオみたいにこなんか,そんなぜなんかもうみんない大体一人でやってねんね,ね全然普通に普通に会話してるだけ<の>そこ別に笑いとか別にいらんね、うん。 ぎっしゃんが別に普通に会話ててるところをこんなん言うたら悪いけどさ私の大切ななんか癒しになるとか何かこう知識になるとか面白いとか興味があるとかいうので人ってやっぱり聞くやんか。なんてことないぎっしゃんのお話を誰が聞くのさなんてことない話なんコミュニケーション悩んでる方に肌のね綺麗になるためとかやったらんか分からんでもないてはるんですよ。 その筋のプロがってるで、ね、そのそこの辺のないやつをやってほしいわけよそうなんです、ね、まあ言うたらナタレントさんもやるからさ、うん、要は、まあ、一番すごいないうみ金庫の西野よ、うん、西野はなんか1万5千人ぐらいおんねんそれでもそんな多いわけじゃないよなそのでもボイシーのあれの中だったらむちゃくちゃ多いねーい、うんいやボイで西野の場合は今日は誰々さんから誰々さんのスポンサーでやりますってやっとんねん うんでもそれも西野やからもあるわなこれが西野が男前やからしかもあんまもうあるわねあとあいつのあの前であのなんかちょっと何かシュッとした天才肌みたいなまあこれ時代を動かすぜみたいなとこあるやろそれを発信しようからななリーダー的なだからそのギシゃンもその女性カリスマみたいな感じにこう発信していけばいいんじゃないですかギシャンは薄く広く何でもやろうとしすぎやって俺はこの前にもむっそう怒ったよ。深く ね、え、こんなんやってんのってあるやん、例えば、まあ、鉄道アイドルとったやん。おったおった。な、鉄道のことも、あの、雪乃ちゃんっておるやんか。あ、斉藤ゆきの。斉藤ゆきちゃん、あの子はほんまに好きやねん。で、ほんまに好きやねん。な、ほんまに好きやからやってるんですにわかじゃない。あの、技者の場合は、これで芸能の、の、なんか仕事が引っかかると思うのが。ボロボロに見えてるわけよ。それも、あの、電車好きからしたら、たまらんく。いや、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 こっちもやってみよう。プロレスのね。 番組のプロレスが好きなアイドルみたいな<あ>やっぱり見てるとほんまに好きか何年前ぐらいから好きか。 でそれがにわかかどうかって分かんない一時 k 1みたいなんで流行ってなんかにわかで入ってからでもにわかでもね自分からいや私全然分からないですけどこの前のこの試合見てすごく感動して可愛かわいげ芸あんねんけどもう花から昔から知ってるでも俺は分かれへんけどあやらとかやったり格闘たらきつけたら分かんねやろあっこれ言うたれ言うたら言うたらた時ぐらいからもう雑誌読み出したなとまあそれそれええねんスクの あのあれは知ってますよ、僕私。それは誰でも知ってることだか方。ほんまのファンからしたらバレますしね。そうそうそう、せやねん。そこばれへんように、やっぱりせなあかんわな。そうですね。だからほんまに好きなもんは別にないねん。餃子町の。餃子もその、この前あの山寮とかと、みんなで、な餃子パーティーやったけど、2個しか食えへんかったよな。少食やな。 たまた今そこは張り切りどきちゃう私もんか種作ってきましたみたいな種はお任せししまこれはちょっと私も作ってきたんでこれ焼いてくださいよだってこれチャンスやんか皮は作りましょうかってなったんですけどお前は米粉から作るからいらんとか言われてねで二個しか食えてるかん。もう山漁が邪魔でもうすねてるやんか正直腹割って喋られへんわ私ってなってるん めっちゃ当たる占い師のおばちゃんも読んでんよまた占い師のおばちゃんやなあのおばちゃん山寮のことめっちゃめっちゃ好きちんてあそうなんこの子山寮のことめちゃくちゃめちゃくちゃ好きでめっちゃ慕ってるわ全然運で言えへんかそうですよそうですよそうですけど山寮はうっとしと思ってんの絡みつきすぎやって思われてんでなな懐くな泥がつくって実はこれめっちゃ笑ってるけどその先生言ったけど やっぱあのこいつギシャゃんな、うん、めっちゃ短気やねんていや,怒るや,んいや旦那さんと旦那さんが家にとこに出てるのはああようプリプリ,プリプリめっちゃ怒るこのラジオでさなんかここさえ笑っとったらええねんっていう時間帯やけど時折本気で怒ったんするやん <laughs> それも自分がものすごい痛いことしてて痛いこと指摘されたら何が悪いんですかみたいになるやんか <laughs> じゃああとですごい時間かけて諭すけどさ <laughs> <laughs> あれはなって言って、すごいそれサトス役が相原さんっていう。旦那 <laughs> さんのやつだ。めっちゃダメだ。俺がどう考えてもおかしい、ね。<laughs> で外れてますって言えるかっあ、短気って言ったあんためっちゃ短気やる。<laughs> 俺は短気なところがあるから。それでもさ、やっぱりも元々もともとわがままなんじゃないの？<laughs> 旦那さんにめっちゃ綺麗に言う。 いやそのめっちゃ切れるほど何をあんだみたいなもうそんな俺それはもうやめてあげて何をあんだとか言わてそれはね四十過ぎた旦那ってねもうそれが嫌なんやああピリピリ系のそう経験者方だからそのお医者様ご夫妻とねご飯食べた時ももうその奥様自身もアグレッシブでいろいろこうねお医者奥様がいろいろやってはってでどうどう思いますいから何やってくれてもいいんですってもう旦那さんとね我々は奥さん何してくれてもいいんですただね ニコニコさえしてくれりゃ、少々お金使おうが、少々家で出ていこうがいいんです。やることやって家帰ってプリプリされるのがいっちゃんかなと。ああ、なるほど。それやったらでもう一あかんで。あかんわ。 今は語る何何ををしてんねもうでもほらだいぶあれやろやっぱり病院病院のことあっまあまあ今はな今はだいぶバジョニ一緒にすることにしてるから片付けとかもああなるほどそれでもプリプリするんじゃ置き方がちゃうとビデオラックのやつを片付けるのに。 あそう最初なんか大きく汚れている子供部屋を片付けようかみたいなことを言うた時に反それも2日前ぐらいから言うてたんやけど片付けたかっせえへんなと思って <laughs> 一緒にするしかないわで朝降ったけどもう一つ食いつき悪いな、うん、でリビングのビデオラックのとこがものすごくくっちゃくちゃやったから<う>これもいつか片付けなあかんなと思ってこの小規模の方を片付け出して。 これは一緒にやろうか。いるもいらんも一緒に分けよう。言ってこう一緒に分けてそれはまだギリギリ政府やからな。あついって言ってシャワー入りたけど。それはえヤキだ。それはエヤン。まあでも一緒にビデオラックやってるだけで大和性格買いたやろな。い。それはええやん正直さ、ビデオラックのビデオぐらい片付けてくれてもいいやんか。俺そんなの。俺のビデオラックほとんどないやから。 でも一緒にって言われた方がやっぱそれは嬉しい,いすよだからこれが二十何年二十年結婚して出てきた答えやんかあなるほど。最初大きいとこ振っといてそれは面倒くさいでもこの小さいやつやったらやるかあなるほどこれぐらいやっとからしゃあないみたいな。<laughs> でもピリピリはする、昼からランチ行ったけどな。行かしたれ、俺昼からランチ行くって分かってたから言うて。あ、なるほど。昼からランチ行くから自分は行くっていう、ちょっと追い目がある。俺は仕事やな、だから、この負い目。なんでランチ行くこと知ってんの?。よ、それ言われるから。ランチ行くねって、あ、どうぞどうぞっていう、知ってたから言えんねん。片付け物先しようかって言っても、いややわとは言われへん。ランチなかったら、あかんランチなかったら、もうなんかもう、あかんとは言えへんで。 なやりたくねえみたいな <laughs> したくねえみたいな空気がう<ー> <laughs> うん立ち込めてくる <laughs> お前が真剣し続けるな <laughs> 違うほんなんこれこほんなんなビ前のビデオ楽の写真撮ってきたよかったよんし <laughs> まれへんねんもうそのビデオのここれがさ今さ今さビデオーおおいやでも DVD ってあんま持ってんまも 見えへんことないもう今、ネッットフリックス何で,で,でか知らんけどな好きやねん映画が<ー>ネットフリックスも全部見れんねんで同じようなやつもあんねん、うん、でもそれはそれで残しときたいから捨てろとは言えへんよ、うん、あるのはあるんだけど、うん、もうぐっちゃぐちゃにこう詰め込んでるからさ。うん <laughs> 斜めに突っ込んでるからもう全然ど,どうにもならんの。うんにも、ほんまに見たいやつがどこに入ってるのか全然分か,からへんから。それをやっぱり一回ちょっと整理しようや。イランもんは捨てるなりとか。めちゃくちゃ正論やろ。まあね、言われてることはるす、ね。しかもリビングって人が来る。 ああ、見えますしね。日曜日誰が来るって俺分かってて。友達の女の子だから。お前側の知り合いが来ることも知ってたから。そこそこ行っとかなきゃね。それはお前の名誉の旅でも一応な。確かに確かにね。一応やっときましたけどね。でもなんかそやでだから義まもこったあかんそれはあかん。ほんまにあかんで。 怒り顔やな怒り顔やな、よう考えたら <laughs> そ,そんなことないですよお風呂一時間入るからで思って いやもうお風呂1時間も入られたらやることができひんからねなんでお風呂に1時間入るかそもそも考えなかったいやいやほんま別に10分で出たんやんで別にリビングでドカッとおったそれでな何も悪いことなかったそれはそれでええやんかんで1時間おるんや何で時間疲れて寝るしかないからやんそれ面倒やん起きてたら嫌なことな1時間入ってわざと体を疲れさせるそんなことしませんよ熱い熱い熱いああかまゆで のみたいなこ <laughs> <laughs> と暑いのっ逆に目覚めるっていうけどな前はだからもうこの時期でピリピリってしたら勘違そうですね私変なことばっかりしてるし、ね、好きなことばっかりしてるんやから<あ>それはそれで起い源いをしはったどうですの <laughs> テーマですけどもはいはい これ私のマンションがね、あの役員というかそういうのがね、十年に一回必ず回ってくる。で今年それあの役員に当たったんですよ。初めてじゃないですか。初めてですか。初めてです。この十年に一回やれば、まあ一応もう多分生きてる限り回ってこないです。来ない時回ってるので。コロナで。でまあ子供たちもバタバタしてるけど、もうこれ断られない。それないわな。そういう規則で初め買うときにこれはありますよと回目のその役員の会議の時に俺のに 入院やったから、らうそ,その欠席したから、うん、奥さんじゃ僕のみたいな。まあお、俺も一応、まあ、一回ちょっと顔出しとかなあかんかな。まあ、二人しか俺が、嫁が行かへん、俺が行ったりするから。一応、最初に顔出しとったらええやんか。はい、んで、今回はすごいテーマがあってさ、あの、うん、修繕。 工事の年やった。ああ、また結構揉める案件ですね。お金でいるやつね。だそれはもう積み立て毎年みんなダクダクでやってるからあれやねんけどね。でもそんなことも全然分かれへんから、まあ行ってさやったらこう理事長の方がこう名刺をね。理事長の名刺を作ったってな。りなりマンションの理事長ですね。理事長でそれすごいなと思って。 めちゃあのまあまあ僕のことだもん大体知ってくれてるから分からないことが多いと思いますし修繕のねこういうことって多分普通の方は分かりませんよねって「全然分かんないです」「施工してくれた業者にお任せしてたらいいんじゃないですか」みたいな感じやんか普通ね建てたとこがもうそれは直すわけよ。そういうもんやんと思ってて会議があってその施工してるそのまあこう。 えー、その会社の人、はい、建てた人でねだから建設会社の人かな、うん、でその理事長さんとその役員の普通のマンションの住宅の人がこう集まって会議するの、うんうん、で俺と嫁さんが行って、うん、で俺は、まあ、ふまあ普通の、まあ、芸,芸人やけど、まあ、そんな派手な服は着ていけ、うんそんなとこ、はい、でも嫁は嫁で何か知らんけど。 ウサギの耳みたいなカチューシャしてる<れ>、るめっちゃはりきってるじゃないですか。んん目立つな金髪やし、<laughs> <れ>金髪でウサギの。耳みたいなカチューシャしてる。<laughs> <laughs> もおしゃれとかじゃないやんもう奇抜やでどっかで流行ってんのかしゃん俺もうウサギの耳みたいなしかもさ外出て行くんじゃなくて家の下の集会場みたいなとこに行くわけやから別に普通のジーパンと T シャツとか芸人の何かあそんな私これつけるわよく聞こえるようにグラサンつけようとしたけど手をパッと止めてグラサンにウサギやからなどこでもどこでもつけてくるアメリカ版のプレイボーイやからなそうなるとドラゴン ないからパッて飛ぶでそれが始まってでまあ向,向こうの施工主が無知に任せといてもらったらあのこうやってこうやってこうやってやるんでって言って資料もバーッと配られんだけどその金額も書いてるわ、うん、もそんなの見たと俺は分かれへんやん、うん、<う>大きい金額やっ、うん、こんだけの組み立てがどうで顔で顔で顔でしかも半年ぐらいかかんない、うん、ほんでその理事長さんはバーッと見て この金額ですけどあのこうなってますよねああなってますよねって、うん、私これを前から頂い,いてたんで自分で他の業者さんに一応見積もり出してるんですよてて<ー>だからそこのセコーンしなくていろんな、えー、建設会社にバーって巻いてくれて,て,くれて、ね、ほんで他の建設業者やったらこの金額ってなってますけど<ー>なんでこんなに高いんですかってすって。まあ ししっかりこんな普通考えなかなかつけへんやん普通ちゃんとしたやっぱり名刺作るだけあってそういうのは使命感でマンションの理事長だって名刺を渡した人の奥さんは耳つけてる耳つけてない現れてなかったそれですっごいやってる人をめちゃくちゃ攻撃すんねんたいそもそもねさ丼勘定っておかしいんですよ結局その やってくれてることが違う建設会社普通そこなかなかなれへんやんか。もうなそれで決定でいいですね皆さんみたいな。はい。っていう。プロやなこの人。ちゃんとしてくれてる人が一人でもいたら楽なんです。ちゃんとしてなかったらほんまにねもう。もう A は A はでその人リジオさんも見ててもいいねなんですこんなんで。だって素人の人がこんなん見てるわかりますかって。プロやね。プロやね。 過去何してたか分からへんだけどな。<ー>もしかしたらそういう仕事してはったかもしれない。結構年行かれてる方なんですか。六十過ぎてるから多分もう弁護士してたんか,なんか知らん、ね。あ、か。弁護士とま,まあ例えばな建築業のな一級建築士とかやってよくわかります。いやそう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 。多分そそれもう何でももうピチピチしてたわ。ああ<ー>。ゴがどうたらこうたらいうのも。<ー>だからもう周りでこういう人がいてると思いますからね。はい。まるまるのプロってすごいな。はい。 というわけで、来週のテーマは、〇〇のプロってすごいな、でお待ちしています。理事長です。はい。嬉 <laughs> しね。採用された方には番組特製のボールペンを、採用不採用に関わらず、いただいた全てのメッセージから抽選で3人の方には現金3000円ずつを、一番盛り上がったメッセージをくださったお一人にも現金3000円をプレゼントします。来週金曜日の午前中までに届くようお送りください。宛先です。ファックスは、0 6 6 8 0 9 9 0 9 0零6六 6809-9090。e-mail は、おばちゃんアットマーク m b s 一一七九ドットコム。o b a c h a n アットマーク mbs1179.com 一一七。おはがきの方は、郵便番号五三零の八三零四。m b s ラジオ、それ受けメッセンジャー、今週のテーマ係まで、たくさんのメッセージをお待ちしています。 昨日、生靴下のエコノレックがお送りする今週の「それイケメセン」最高はい、まずは川岸セレクトつ<ー>ついつい買っちゃうコンビニスイーツ <laughs> ど,れどれくらいの頻度でコンビニスイーツを買っているのか聞いたところ月に1回未満が24%と最も多く以下月に2、3回が14%。 月に1回程度が12％、週に1、2回が7％という結果になりました。月に1回以上食べている人は35.4％、週に1回以上食べている人は9％でした。これあのラジオを聞きの皆さんね、僕らいつもこの取れ受け目線っていうのをどうやって決めてるかって言ったらね、うん、<laughs> うちの作家のハスミ君が、はい、まああのあらゆる手を尽くして。はい いろんな情報を集めて世界からね世界から大量な資料を抜粋してね小文字円ぐらいありますかねそっからまあ大体1213枚かなまあッとやってねいつも俺はこれ。 これはこれま全部見てこれやなまあまあ大体決めるときまあまあ大体23分ですわまあそうですなああそうです大体どういう直後まあ自分が興味あるような半分以上大体たいヤフーニュース載ってるやつやから知ってんねまあなまあ俺らもチェックシーちゃチェックシーチャーなギッシャン今日ウムチャねえキタナカンシアンの長いシアンの長いな何がそんなねえらずー

あのロールケーキがあるんですよ。コンビニのね、それをどこのコンビニ？ローソンなんですけど。ローソンも今どこでもロールケーキ力入れてるもんね。そうなんですよ。めっちゃ美味しい。ていうのとめっちゃ美味しい。それだから一社提供でなんかようわからん曲で一人でやるラジオで喋ったらいいんちゃう？いやこんなにいや普段買うみたいな。カワキシみたいな。 でもそれだったら逆にそれがめっちゃ美味しいかどうかって他社と比べてないやろいやもう進化に驚いたんですよ昔のそうコンビニスイーツってこんなに美味しいんやで生クリームが生クリームが入ってるんですけど普通にまあまあ言われだしてもう長いコンビニスイーツがすっごく充実してるっていうのはもう結構長いよね 5年ぐらいかかななん賞を取ったりとかする時もあってでも全然食べてなかったんで,、うん、でそれを <laughs> 食べた時の感動がすごくて他にも美味しいスイーツ知ってるかな、うん、と思ってこれを選びました。俺らがはい 俺は生クリームは好きやけどコンビニでわざわざ買ってまで何かを食べようっていうのは俺はない。僕は結構好きでね特にお酒をちょっと今控えてますんで甘いもの欲しくなるからあっちこっちのケーキ屋さんとかで行ってるんですけどコンビニコンビニも買いますけどどこの町でもある。 ちょっとちょっと中心地から離れたね千鳥屋か千鳥屋は都会のど真ん中にまで大きい企業屋ねシャトレーゼっていうね割とお安く売ってて車の駐車場とかが割と大きくある大型店舗みたいなのがあるんですよなんか聞いたことある昔で言うたらパルナスとか寿とかああそうそうそうそんな感じで安いシュークリーム100円とかへえ アイスクリームしいねアアイイススってお前クリームも充実しててコーヒーフロートの中アイスクリーム入ってるかき氷みたいなのあるやんかあれが6つ入りで220円とか安いでしょ安シュガーコーンみたいなチョコレートとアイスクリームあれも6本入りでもう300円せえとあメめちゃリーズナブルですだから最近まとめて行って好きなシュークリームとか買って 食べてますでいっぱい買っても2,000円ぐらいあいいですねすごいアイスむちゃむちゃ甘そうですよねやっぱしね美味しいね何がえいかったらねめちゃくちゃ甘くないのがいいのよあっそりゃ昔ながらとは言いませんけどねそこまで甘くなくていいねうちの奥さんって料理全くできへんねんけどゼロやねんけど自分で一人で暮らしておけば全く興味ない芸術肌ですよね牛乳いな うん、うんなでも、うん、そスイーツに関しては例えばアップルパイ焼いたりとか、うん、で今プリン作りはんねん<ー>プリンなまたこれ,これうまいねや<ー>めちゃくちゃうまかったうまい言うたらあれ女の人ってめちゃくちゃ作るな。<laughs> 今25個ぐらい作ってはるわ食べれる量決まってるからもう俺もその買いに行く時にもう絶対にだか一1個しか買えへんねん好きやから2個買いがちやんかでもその生の洋菓子って持たへんからああ日持ちがねえだからそうん持てへんやろプリンかでもう一気に4つぐらいバババって食わなあかんやんかちっちゃいねんけどそんな食われへんしさちょっと褒めたらあかんねん1個食べてまず言うたらどうやらことになるしなそれあかんもいやいやこれこれ冗談抜きで うまいねんこれはへえう、ー、ま<ー>うんんうでも1週間もついてくるけどホンかな別に検査してへんし分からへんやろ1週間作るのってでも大変ちゃいますプリンってカラメルソースといやそ,そんなことはないけどその結局言うのがさ買ってきた方が安いっていまあなあ<ー>そりゃそうやわこっち<ー>そんなん2個やんなこれ作られへんからであの何てそのでも、ね、俺買ってあの男って実はプリン好きやんか甘いもん嫌いやいう人でもで結構プリンは食べたりするやんか、えー、でもやっぱりな 甘いねな今のプリン。甘い甘いな。ケーキも激甘。あかんわ。あかんわ。もうやっぱ甘さをあのいっしやわ。甘さいかえてくれた。ちょっと抑えてくれてる方がいいね。抑えがちのめっちゃ増えてますけどね、やっぱりね。糖質カットとかなんかでもそれやったらなんか食べた気もせえへんやんか。その間ぐらいが。ある程度やっぱ欲しいよな。あれ知ってる？ユダウレシャービックって昔あった。あったあった。俺たまに買うで。いや俺売っての調べたらさ。 いちごは通販で売ってんけど、メロンな,ロンなかった。あれ、ジャパンに売ってないいや、らしいねんな。え<ー>調べて100均で売ってんねん、おい。あそうかな。え、あれいや、あんな安かった,かった俺、あれ、金持ちが食べるもんやろ、あれ。あの今買えば、こんな安かった、ね、そうやろ<ー>ほんで、俺な。 その、前ラジオの特番やってんけど、はい、黒田の疑問で俺の疑問を全部答えてくれるって、うん、で俺シャービックがない言うて、うん、スタッフが「そのあった」と「うん、100均とかそれこそ,そのジャパンとか、うんンね、であとあの、ドンキョウでお金あるの 100, 100円やって聞いて「うん、100円なん?」と思って。ほんで 今日は作作っっっってきてててててききくれましたって言って作ってきた俺がなんでそれ好きになったか言ったら小学校のめっちゃ夏休みの暑い時にどっか誰かのおばちゃんが食べさせてくれたんやめちゃくちゃうまかったこんなうまいもんが世の中にあるのかと、えー、牛乳で割ったんやから味がちゃうかって、ね、作ってきてくれはってんけどでそれなんでやねん言ったら水で作ってるからやな。 牛乳で作らな水でも作れるし牛乳でも作れる牛乳で作るの美味しいねシャーベットみたいなもんなんですかそうやねシャーベット。牛乳で混ぜんねだからフルーチェになで若い子みんなフルーチェしてんねんフルーチェャみたいなフルーチェじゃないねんシャーベットなんよ今食べてさ家買って帰るやんかしょっちゅう毎日食べれるってなったらやっぱ食べへんねんあの時の貴重な感じやから食べたいのなめちゃくちゃ甘いし ちちゃゃく甘いでもやっぱりな作ったらうまかったわ懐かしいわでも牛乳で作ったらさ子供の食べんもんっでね子供の今おいらおっさんが食うてうまいと思うわあなるほど甘いんだけどなあれやっぱり子供の時のやっぱりそのあれやんかやっぱりモロゾフのプリンってうまいまずいだら美味しいけどもやっぱり子供の時に食べたモロゾフのプリンの味とプラスでなやっぱり今のとちゃうやんか特にね製氷費がね昔の製氷費ってそんな凍らんのよ凍れへんね ちゃんとした冷蔵庫を持ってるうちにしかしっかりしたシャービックができていないうちとかみたいな中途半端なやつだと周りだけ固まって中シャビシャビとか氷をせなあかんからシャービック作る余裕がないとか俺のとこなかったからな冷凍庫や冷凍庫冷凍庫ア。大きい氷を上に置いてそのだから冷気で下を冷やすっていうそれお前戦時中やないかい その氷さえももう分からへん、ね、昔のれほんまにあの冷凍庫って全然冷えんかったもんな<ー>しっかり固まれへんねん霜だらけや霜だ,、ね、だらけやそれはそれでねなんか今聞くといい思い出やなって思いますけどワンドアやで俺の <laughs> う<ー>ん <laughs> んワンドアって何 で、懐かしいなと思うけど、うん、帰りたいなとは思えへんで、やっぱり。<laughs> やっぱり、それは、今の方がいいよ。帰りたいな、あの頃は、とは思わんわ俺は別に。ああ、まあ、でも、懐かしいなとは思うけどね。いろんなものが。今、結構、見直されてません、昭和の、なんか、そういう昔ながらの、昔。あの、黒電話や可愛いとか、ね。うん。 昔のマンンショなんか全部絨毯やで最初から引いてんねんで、うん、どんだけカビ生えてどんだけダニ湧くか家の,前あのい近所にあのエレベーター付きのマンションができたときに、うん、ずっとエレベーター乗ったら覚えてるもん。<laughs> <laughs> 一番いいびっくりしてな、アトラクションみたいな。やいや悩 <laughs> だからいややねんって言われるは、その住宅の人が。ね、ーーまたあの子エレベーターに乗れるって言ったら、その家の近所そのなかったんよ<ー>エレベーター付きのマンションができた時、ほんま衝撃的やと、エレベーターに毎日乗る人がおるんだ。そっからあれやろな、セキュリティみたいなのが始まった。<laughs> やっぱり暗証番号にせなあかんとか。<laughs> なオートにせなあかん子供が入ってきおる百貨店でしかなかったやろエレベーターってせやな俺も団地の子やったけど5階で階段やったあれ決まってんねん5階までやったら階段やねんあそうなんです法律で決まってんねん5階までやったら階段やそれ以上になったらエレベーター絶対つけなあかん3階のやつぐらいが羨ましてしゃなかった5階はきついな5階はこれだからハイツみたいなの多かったやんか2階建てね階建てとか3階建てとかいや今はもう なあ当たり前に立ってるけど俺はそんな高いなマンションなんてなかったもん団地の5階なんてもう忘れ物した地獄やねんそうか、ね、<laughs> 一回忘れたと思ったらまた上がらないっすぐ不良集まりおるしな,な団地とかやったら結構盛り上がってよかったなんで先輩の悪い奴がこんなにこの団地から出身やねんって思う <laughs> あるなあるな何でや俺な <laughs> っていう盛り上がってよかったですありがとうございます <laughs> <laughs> というわけで盛り上がれへん方怒るやんか <laughs> ギシャンがただこれ選んだ時みんながめっちゃ,っちゃ嫌な顔したから。ローソンのあれが美味しかったって。ローソンなんというやつなん。ロールケーキ。ロールケーキの名前ですか。あ,あ,あ名前はちょっプ,レプレミアムロールケーキです。はすみさんありがとうございます。そ <laughs> うやな。<laughs> 以上今週のソリューキメ選でした。<laughs> すいませんア原ですがどうか背中を押させていただけますか。神様ありがとう。 このコーナーは皆さんが迷っていることをうすらしている相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーナです前回のお悩みでございます。えー、三度の飯と銭が好きさん女性の方 <laughs> 実家に住む27歳のフリーターの弟がすごくお金にだらしない困るな。人の金に手をつけ両親祖父母には金をたかり家には一銭も入れない上借金もありますと。う 私は早く追い出せと言っておりますが母は他人に「他人様に迷惑かけるかもしれないから」と何もしない。 このぼんぐらどうすればいいでしょうかということなんですけども。うん、はい。まあ、これ人のものを自分のものと思っている感覚は怖いですよ。そうです。まあ、これ暴力に発展するかもしれないと、<ー>そうなると大変でございます。あと、親離れ、この子離れができてないというのも問題で,、はい、ではないでしょうか。うで、家の中の問題だから、いいと思ってはダメでございます。これ、こば、可愛がるのはいいですけども、別々に住んだ方が。いいんじゃないのと、少し離れてみましょう。だから、うん、この息子さんからしたら。 もう常にここにはお金が入ってると。でもこれってもう27やからって言うけどやっぱりどっかの時の蜜蝋の魂もあるけどやっぱりどっか親が。 あの甘やかしすぎたって言って反芻なあかんところもあると思うね。だって三十から四十の間にさ、<う>この男の子自身もね、息子さん自身も自分の保険入るだとか、自分の老後のことも考えとかんと、そうですよね。それはもうどうしようもない。まあ親は早く死ぬもんですからね。言うたって順番で言うと。 お返事いただいております。その説はありがとうございます。内容は喜べないものですが、皆さんがボロカスに言ってくれたので、すっとしました。褒めるとこなかったもんね。お金、それは英語なんですとか、子供を助けたことがあるんです。子供を助けて、お腹はこう、親の金パクった。犬ばっかり拾ってくるんですかな。これも問題。いただいた色紙とイラストは、仕事の作業スペースに飾らせていただきます。じ、これあれやか。 はい。何書いてモデル？向川さんに元気モデルなんかね。車じゃ良か車じゃなかったよね。何が？あ、じゃあれや。日の出や。日の出。すごい元気でそう。日の出。明るい。俺がもしあのちょっとでも体調悪かったら腹立つような日の出のややこれ。健康状態がいい時じゃないと見た向川さんの A T シャツを作りましょうかっていう今案を今出してそれいけメッセンジャーバージョン。 ののその裏に千竜書かしてください、ね、<laughs> 最悪<に>。<laughs> なんで最悪なんですか <laughs> <laughs> ローソンのスイーツ食べてみたいな <laughs> 元気出す <laughs> さあ、えー、実家は両親健在で父は定年間近ですがまだ働いていますも、ね、なので父が元気なうちは家庭内暴力といったことにはならないだろうと思います多分今後わからんぞ 両親ともに小離れできていないな感じがあります<ろ>両親と同居の祖母には「早おいらせいつまで面倒を見るねそそと何度も訴えましたが全員煮えきらない返事しかしませんお父さん悪いな,悪いな昔は悪いことや危ないことをしたらしばかれたり締め出されたりしたのに最近の両親は丸くなったなと少し切なくなります丸丸くくななるるのは子供が成長してから丸くなるも思えば弟は小学生の頃から「お金は取るわ」「塾はサボって」 子供の時やったら子供の時でバラありやがってそれは両親が教習所のお金を出してくれたのに行かずで卒業できないわいななリーガロイヤルホテルの厨房に就職したのに数年で辞めるわお金の使い道も綾原さんのおっしゃる通りだらしのないことダメ人間ということは分かっていたのだからもっと早くに手を打つべきでしたで、うん、残念ながら厳しい第三者にも心当たりがないため皆さんおっしゃるように両親が変わらない限りずっとこのままでしょうね とりあえずこちらに火の粉がかからないよう実家とは適,適度な距離感で言いようと思います私は私で稼げるようになるために仕事を頑張ります何があっても生きていけるようにしておかないと改めましてこの度はメールを採用していただいてそしてうちのダメ人間のことをケチョンケチョンに言ってくださってありがとうございますいろいろ大変な時期ですが皆様どうぞお体ご自愛くださいませといただいていますこんなもんこのコロナ騒ぎでさもうだってお金もみんな大変やてるときに なあ人のお前親の前親取るいやー働こうと思ったらあれで、うん 逆に働いてくれんと日本のためにならんのよこんな厳しい時代の時もあるけど今はそんなことないよ人手が足らんって言ってんねんからしかしちょっと厨房でも何年間入ってたらそういう気持ちがないんよ夢ばっか語るよねんだからこういうやつがいいんだ夢ははお金持ちになるよとか平気でいいよねってならへんやんかこれはならへん俺はついてるとかすぐいいよね それついてるやろなこんな両親がおるんやったらなつまも続けへんこんなもん今のうちっちもう遅いけどなせめてできることはな一人ででも一人で済ましたしも済ましたでこれまたやちんやちのしたりとか迷惑かかりますもんねまたねお父さんお母さんもさ考えんの嫌やから言わんといてみたいなってことでそれを丸くなったって思ってんねんもうしばかってるわかってるそんな私に嫌や言わんといてっていうところもあん年いったらな立ち向かうのもしんどいやんかアホやねんから。 まず分か,らなあかんは親がお父さんが可愛いかお母さんが可愛いか知らんけどほんまに思ってるほどそんなみんな可愛いななか誰も思ってんわってってはっきり言わんいやそやでまだ俺のね働いてるからねあいつが使ってるのも5万10万の話やからぐらいやねんってああそうやねんもっとひどいのおるとかなそんなの5万10万で大変なことやんか本当に本当にそや疑者もみつやろ子供 なんで私の子供にそんな言うてくるんですかだからちゃんと戦闘甘やかしすぎやであれ <laughs> そんなことないですもうギッシャンのこと舐めまくっとん,ん大丈夫かそんな舐めまくってませんよで持って人前やからね鍵持,って,持って駐車場車ぎやったりせ、ね、そうやねそんな悪いこと <laughs> 旦那唾博士どういうことなんですか <laughs> 私の家 <laughs> 何差し上げますかこれは、えー、ギッシャンのお、来ましたあ、ちゃうわ、ボールペンやわ <laughs> <あ> <laughs> かりましたボールペン 実はですね先々週のお悩みを覚えていらっしゃいますでしょうか小さな個人企業で事務の仕事をしている、えー、方なんですけれども<ー>部屋のが臭い隣がトイレなのですけれどもそそうそうトイレの音がすごくうるさくて困っていると上司の、えー、普段はブランドの服を着ているような格好こつけな上司なだけに,に <laughs> 言うこともできず気分が悪いと言れいいからさっき言おかしいでブランドの方向か言うこともできると <laughs> ほんのお前は捨ててこのおっさんには言,わ言うんだな話あってくれない,い。<laughs> おい せて,いこうって言うんだよほんなやの想像通りやろお前のうんこはみたいな音も顔もよって言うからなそんな言うんかいって話ちゅうてやるからどそれは腹立 <laughs> つわアドバイスとしましては「めちゃくちゃ女性として気を使われるのも嫌じゃないと」とい,いつか言わないとストレスもたまるし少しちょけたポップな感じで言えたらいいんですけどねと、えー、言ってましたく言う話でもないしな <laughs> つわあるんですけど <laughs> <かに S 2> みたいなね。<laughs> お返事いただいております。はい、え先日は私の悩みを取り上げていただきありがとうございました。はい、実は。 匂いのことではなく音の悩みだったのですが最初の時点から匂いの話で盛り上がっていたので論点ずれてたんですよ私たブブってことか笑いながら聞いてしまいましたと昔の人はだってその流しながらするとかそんな風にないものボットンやたしだいたい水がもったいないという考え方もあるし流しながらなんかやった経営者の方は特にね音姫がどうこうとかではなくブリブリという音が嫌で水を流して用を出してほしいということをもっとストレートに書けばよかったと な私は黒田さんと同じでどこでも用を足せないのですがたまに誰もいない時に用を足すことがあります。うん、換気扇をつけ用を足すと同時に流し何食わぬ顔で換気扇を消しておきますがし帰ってきた上司に、えー、換気扇を回されることがあります。 匂いの面ではブリブリの上司より勝っているのでしょう <laughs> 黒田さんも気をつけてくださいそういうわけで<う>匂いには敏感だけど臭くなかろうがいいけど臭くっても驚きはないや何やったら期待通りやる <laughs> そこにもう一人の黒田がおったみたいな感じ <laughs> <laughs> 匂いには敏感だけど音には鈍感な上司と音には敏感だけど匂いには少し鈍感な私 <laughs> いろんな人がいると思い我慢していこうと思いますと いただきます。いや、本当に昔の方って流しながらするってないよ。<laughs> まあ水がもったいないっていうそういう教育やから、うん、水で水で洗うね。ボンドなんかそんな流しようない。流しようがないから、そういうことに関しては、まあ。 無頓着で当然かもしれませんが、今の人ぐらいでしょやっぱりそう気にする。はい、だからトイレ入った瞬間に何か何か好きな音楽流したやん自分の中で。ああなるほどねイヤホンしてみたりとか,か自分で対策を取る方がいいかも。<だ>いいパッパッパロ <laughs> なんでなんで今んで俺がするたびにこれがなん <laughs> <laughs> か言えん。いやでもやっぱりさ NGK のトイレでも師匠の方々ってそんなお姫とか使えへんよね。男性特にねあるよ。あへえ。 乙姫があったり、その乙姫とか使わんといてほしいわ。乙姫とか、その例えば、島田一之助さんとか使ってた、いや、一之助塩多分使ってはったような。気がす多分その辺、繊細ちゃう。から大輔塩とか全然使わへん。俺使わねえと思う、大輔塩とかな。あ、本当ですか。いや、おお、強い、いいな。何を差し上げますか。ぼ、ええ、これは、ぎっしゃんの。前も差し上げましたけどね。 <laughs> んの,何の,洗流のこと何もう一回、トイレ洗柳にしましょう。 はいじゃあ今週のね髪きますね始まりは目をこいででしましょう始まり決まってるね <laughs> わかりました髪の髪の髪の君はいえー、今週のね見きますラジオネームてんちゃんまんさん兵庫県の方からいただきました高学年の子供二人の四人,人家族で田舎の一軒家に住んでいます十五<ー>年前に田舎に引っ越ししてきました、うん、それからずっと困っていることがあり一<何>人で近所に住んでいる七十六歳の叔父が私がパート勤務に行っているときに家の周りをうろうろ してゴミがないかとかチェックしたり勝手に庭に花を植えたりします <laughs> あるある私と趣味が合わずまだね。勝手に植えるな <laughs> 菊などを植えて帰ります。菊 <laughs> が悪いとは言わんけどな。じゃ <laughs>、ね、どっちがいたら、あれだ、花やもんな。そ <laughs> うだ、ポップだな。引っ越ししてきた当主は、私たち夫婦が家にいるにもかかわらず、合鍵で入ってきたりして。一人息子が帰ってきて、嬉しいのかなぐらいに思っていましたが。留守の時も、入って片付きをしたこともありました。主人には、やはり近所でも、私たちの家なので、そそ干渉する度が過ぎていると言って。言うてくれた旦那さんと、んすごいやん。主人が何度も。 姑にも「鍵は勝手に開けない<ー>庭は触らない勝手になんでも触らない」など伝えてきました15年間不燃物のゴミの日になると必ず回収しに来ています「<laughs> ゴミを自分たちで出すから」と言って触らないように、ん、触らないようにしても3か月もすると忘れるのか私たちが寝ている早朝に来ますれてい今年の夏にももみたいな。 今年の3月頃にも家の玄関マットを触って掃除したりしておりマットの向きが仕事から帰ってくると反対に置いていたので気づきましたちなみにある程度の掃除や草抜きはしており姑が来て掃除をするレベルではないと思っていますゴミを出してくれてありがとうと言うべきなのでしょうがやはり自分たちの家ではないような感じで干渉されている感が窮屈です主人も3ヶ月前に姑に今度勝手に触ったら家族で家を出ると宣言しましたが 主人も呆れておりまた周りのことで夫婦が喧嘩になったりも多々あり嫌気がさしますいざ家を出ると言っても子どもの学校のことがあり現実難しいですもう私も限界が来ており離婚したらすっきりするだろうと考えることもありますがまだ決心がつきません姑がある程度の距離を持ってくれれば済むと思うのですが15年治らなかったので期人もできず困っていますちなみに主人は小さい時にお父さんが病気で亡くなり母一人ご一人 1> 1人の家庭環境でした姑も「実家の近所に家を建て暮らしていて生まれ育った町でずっと暮らしています」「鑑賞しない以外はとてもよくしてくれていて感謝しています」「鑑賞しても元気でいてくれてありがたいと思って何も言わずに見守った時もありましたが言わないとどんどん鑑賞してきます」「良かれと思ってしてくれているのでしょうが私は自分のペースでしたいのでストレスです」「どうか前向きな意見があれば背中を押してください」「よろしくお願いします」と頂い,いております。 これもうやっぱ暇ななんやろ暇だけじゃなくて<ー>結局息子との関わりがやっぱ薄くなるやんか<ー>どうしてもそれは結婚したらお母さん、はい、家庭もって。はたからみたいやで近くに住んでくれてさ孫がおってで歩いてる距離であるだけでもう十分な気がするけど足らんか。 ほんならもうね結局もうやめてくれへんのやったらこっちからお願いしてこれとこれとこれはもうやってくださいと役割を渡すわけですししっかりゴミの日と草抜きとこれはもう月木金とかこれとこれはもうお母さん頼みますで、で気持ちでお金じゃないけどもちょっとこれでお母さんちょっと1万円でもや月一万円でもお小遣いしてありがとうってそれは言うてええやん。 助かってますって勝手にやられるくらい,い,いやねあでもそうかもうちのおばあも造花にはまったら俺の部屋に造花を飾りまくんのよ<れ>ドライおば,おばあちゃんが生きてた時なあおばあちゃん中学高校の部屋と自分の部屋とか色々こうしたいやんか, <laughs> かこんな,なんかドライフラワーみたいのめちゃくちゃ俺の部屋に飾んで全然合わへんやんかあの毛糸でやったドアノブとかないやそんなさそんなもん俺のやっぱあ,あちゃんのやそうでそん そんなんいらんけどなんドうと買う俺お前俺じいちゃんにお前思い出ぽろぽろのお前<て>絵描かれてんぞやりたかんねんて <laughs> 家庭に保つって入れられてどんだけ恥ずかしかったか知らんときてたかな俺おお保つ言われたの。そらしてんねん <laughs> 背中に描いてんねえって。<laughs> 何かしたいねん、年齢いくと、だから、もう分かんねえで、しかも自分の親とっらもう他人のないか言うたかってさねわさ、かるけど、そうしたらんとな、やっぱボケるかもしれんよ、私はお母さんをボケさせないために、これだけはやってくれて、いうことにしてるって言ったら、自分も納得できるやんか。ただ、花植えられるのは嫌な、分かるわ。全然趣味ちゃう ほんまに嫌やね花はやめようととりあえずは花はやめましょうかゴミ捨ては助かるやん実際草むきももう空見たら生やしたらええねんとてもったらええやん何かやりたいんやろ一人暮らしもう言ったらずっと一人で女で一人で育てはったからな仕事一生懸命やってはったはずやねんそれが子供も育って大きくなって結婚してってなったらピタッと言ったらやることないねんもしでもう一個ねもう一個あるとするなら 買ってきたって言わんと子犬を。 たんよっお母さんちょっとこれ育ててお前らお母さんにそれねやっぱり責任感出てくる子猫でもええしそれが買ってきたってなったら嫌がんねん私のためにそんな邪魔者ってやるけどこれ拾ったんよ猫猫とかやったらな実は拾ったんよって言ってあげるとちゃんと犬種とかあれあかんででっかいブルドッグとかそんなあかんで飼いやすいのに生犬とか怖いっとこれあのって言ってね うん、でそれを渡すと、責任感でね、うちのほかの人やったけど、ほ,どほんなね、それに付きっきりになって、ほか、うん、のこと、いらんことせんようなんねなその代わりお,お,ばおばあがあのちっちゃい猫とか犬とか買うと、ドッグフード,ド,フード以外のすっごい高い肉とかあげおるから気をつけろ。<laughs> よかれと思って、って <laughs> めちゃめちゃうどってるへんげこの犬って言ったら、<laughs> 食べへんねんもんだって、100グラム600円の肉しかあって、<laughs> おかん、ずっとやっとったよ、それ。<laughs> みんなが仕送りしてくれてる。おや、めちゃくちゃ早押しなかな、犬。あんまり、あんまり、もう、が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 。いや、でもね、動物を、買うっていうのは。でも、あんまり早押しのやつはあかんで、ハムスターとか。甘い。もう、だって、亀とかやったら、なもたれへんねり。え。 亀とか愛情持たれやからだから犬がねまあ動物悪いからやったらあかんけどまあそれないとするならばま犬とかの飼いやすいからね庭あんねやったら外にるもんなら散歩もできるしこれそうやねもうね今までのことが嘘みたいに犬とか猫に愛情届くねへえマイナスのことばっかり考えるとねちょっとプラスにしてもらうこととそのペット飼ってもらうとか何か役割与えてあげたらねそうですねでも花植えへん代わりにそこの庭にくくりつけたら知らんで 犬番犬やと思って <laughs> 一回それを提案してみてください、うん、だお母さんごめんなさいスズメバチの巣取ってもらえますとかそういう役目あか,あかんからね皆さんもうっすらしてる愛原に迷いをぶつけてみませんか迷っていることを詳しく書いて送ってください採用者には愛原直筆式紙とボールペン千尺札そしてぎっシゃんお手製の千里をお届けします 色紙となら、えー、義母川柳おしし送りさせていただきます、はい、さあそれではいただいたメッセージをご紹介しましょう「週刊付いたまるがやめられない,いう」ラジオネーム丹波のまめりんさんですね、うんえー、私は ががしがやめられませんいつの間に怪我をしたのかわからないですか腕や足にできたかさぶたを見ると自分で怪我したて未熟半熟はがしごろ自然脱落と5段階評価をしますはがしごろまでいくときれいに取れるのですがついつい半熟にチャレンジして最後の最後で出血してしまい元の怪がしたてに戻ります。ももうういいい大人ななののででで自然脱落まで待てるようになりたいものですねと おいくつかわかりませんけれども。<laughs> こんなん言うたら、な、ね、あのなるから言えややけど、けど言うけど。最近かさぶたできへんな。ってなってん血を流すことかなだから、むちゃくちゃ気つけてんやろうな。うそれはお前、正直で膝、小僧、血だらけやった、らちょっと心配になる。る <laughs> <laughs> <laughs>

4月5月5と在宅勤務でした、ね、在宅勤務といってもこれといった仕事もありませんでしたので深夜までスマホゲームして昼過ぎに起きてダラダラした毎日でした <laughs> <laughs> あまり外出もしませんでしたのでお化粧もしないことに慣れてしまっていました女性の方ですね化粧水すら塗らないで毎日を家で過ごす2ヶ月でしたそのせいか会社に出勤するようになっても以前ほどお化粧をしなくなったというかずっとマスクをしていますので軽くアイラインを引くくらいしかしていません、まあね、口紅も塗りませんのでむちゃ楽になりました っていうか今までのお化粧がなんて面倒だったのかと思い知りましたもう習慣づいた化粧レスはやめられませんねとなんか今番番組とかのガイドインタビューだかだったらみんなやっぱもちろんそうですけどもみんなしてるやんかマスク女の人がみんな綺麗に見えるね目だけ目だけだなで目だけやってりるやんあのほんまなんやあの今なんやもう糸みたいな目の人おらんな <laughs>

あまあそうですね私はまあまあ糸ではないですけどそんなに大きくはない確かにものすごい小さそうやなそんなことないですけどすっごい3杯が化粧でカコの口みたいなそんなことなんでそんなチョンってついてるぐらいじゃないですかでもえカラコンしてんのやろしてますえしてるのしてます黒目大きくするやつしてるし私子供自分の子供向いて私この子ちっちゃい時そっくりなんですよっていつも言うから。 全然顔ちゃうねんだから何がこれなんかなんと化粧取ったらそんなんやんろうな <laughs> まあそうですね私まつげクステもしてますからねら結構手施してますから、うん、もう一生懸命やってやってやりまくってんねや<然>はいそしてこれです <laughs> いやそれは別にねその <laughs> 全然 <laughs> はい、普通より上やとは思いますよもうそれもやめてください <laughs> ブスとか言われるんですけど<や>ブサイク俺ブサイクだと思えへんでそブサイクじゃな,それ,なそれを聞いた人が言うてくるんで誰誰それを聞いた人が言ってくるんでブサイクじゃないってブサイクじゃないそんな言われ方も傷つくんですなんで傷つくねオブラートにいいです,い,い,ですいやブサイクじゃないって に綺麗って言ってくださいじゃあいい加減にもうまた怒ったもう怒ったわ綺麗ってやっぱりだこの世界の綺麗って自分の顔を置いて自分の顔を置いていたねやっぱりいろんなとんでもない綺麗人俺がやっぱり女優さんとかもねえげつないやんかさ知ってるやんそこはやっぱりちゃうやろそこは置いといてでもブサイクじゃないって言われ絶対ブサイクやなそれも傷つくんですって 難しいもんですな。女性って。女子の褒め方はね。あ、女性。だって、俺らのことでもかっこいいかした、かっこよくはないって言うやろ。まあ、まあ、そうです。正直な。かっこいいかって言ったら、かっこよくないって言うや、別に。俺。まあ、俺も。んな例えば、女の人に聞いたら、え、顔どうや。イケメン。それ、イケメンではないよな。ブスかって言われた。いや、ブスやけどな。ブスやけどさ、ほんまの本格派のブスとはまだ違うやんか。 うん本格派のブスってやっぱりすごいブス俺やんか本格派って何ですかブスの人に言うた悪いぐらいの言えない感じでそうそう俺もう下っ端の下っ端ぐらいやなやっぱり<笑><笑>人の顔を言うのはめちゃめちゃ難しいですよじゃあねあうゃゃそうそうだから俺は「かっこいいかよ」とか「かっこよくないですけどね」って言われたらまあそりゃそうやなと思うてよ俺は。 いやえ、かっこよくないです、うん、だからまあ技者も無作業やないからまあ一緒ぐらいや <laughs> なんかあなたかちょっと怒ってますしもんねアイさんカモっ怒ってます一緒ぐらいえ男い男のレベルと女のレベルで言ったら俺と一緒ぐらいだそれもちょっと嫌やな,なんか俺タクシー乗ったらコロッケさんと間違えられないことある <laughs> その俺と一緒ぐらいコロッケさんと間違えられないって <laughs> 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 日と演ですか。 公園、はいと思って。え、その一回。<laughs> いや、ほんまや、ほんまやね、俺。全然似てないで。うん、そうやね、俺もそう思けど、なんメイクしてない時で、こんな感じの印象だと思ってんのかなとか思って。<laughs> <laughs> たなんか遠からずのような気もするしな。無 <laughs> 類は一緒な。部類はな <laughs> 大きく分けると一緒や。一緒。んか腹立つ。んか <laughs> なんか嫌やわ、ま。いやえこちら、機械より人さん神戸市の方ですね。えー、私がやめられないことは二度のドアロックの確認ですか<ー>以前車上荒らしにあって以来駐車場に車を入れた時 <laughs> まずキーでロックをかけて一度その場を離れてもすぐまた戻ってちゃんとロックされてるか。 手ドアの、えー、開閉を確認しますと同乗し,していた息子からはガシャッと音聞,く聞こえたやろそれで閉まってんやからまた戻るのは意味わからんと言われるんですがどうしても自分の手で確認しないと不安やと、えー、パラさんクロさん,うんもうガスほんでーーん、えー、キーのロック、うん、最近はその扇風機とかき切ったかなとか<ー>すごい気になる。

私は化粧レスの方ですね化粧レスなで俺があれかドアロックか、はい、かさぶたにしようかはいじゃあかさぶたの方ラジオネーズかさぶたの方に、はいえー、現金三千円を差し上げますはい、はい、たくさんのメッセージありがとうございました えー、それゆけメッセンジャー、今日の3000円当選者の方の発表です。はいはい、水田市にお住まいのラジオネーム、こんまりさん、きてーさん。えー、滋賀県にお住まいのさくらかおりさん。堺市北区にお住まいのながいさちこさん。以上3人の方です。おめでとうございます。ありがとうございます。えー、前回のおはがきプレゼント、岐阜県産の枝豆当選者の方、富田林市にお住まいのラジオネーム、くるみもちさん。えー、池田市にお住まいの前田よう子さん。<お>えー、か市にお住まいの 山岡美智子さん以上三人の方ですおめでとうございます。以上、えー、次回のおはがきプレゼント来週の金曜日までにいただいたおはがきの中から抽選で三人の方に、うん、和歌山県産紀州南高梅ハチミツ梅干しをプレゼントします。ね、番組に対するご意見ご感想身近にあった出来事などを書き添えの上必ずおところお名前連絡先電話番号を明記してお送りくださいプレゼントの応募には合言葉が必要です。今日の合言葉はケイトのドアノブ。 ケイトのドアノブ。懐かしいな、はい、おばあちゃんが作ってくれたやつ。うん、外しても、外してもいいなんかつけてくれてたな。<laughs> 思春期。ええ、別に、つけてるからっ回しやすくなるわけではないんじゃん。すええ、ケイトのドアノブと、必ず書いて送ってください。そして、来週のテーマは、まるまるのプロってすごいな、でお待ちしています。うんえー、採用され、ちょっと待ってくださいね。あすいません。 ありがとうございます。えー、宛先です。ファックス番号は066809-9090。066809-9090<然>。イいはおばちゃん、アットマーク、MBS1179.com。OBA、CHAN <BA>、アットマーク、MBS1179.com。おはがきは郵便番号530-8304。MBS ラジオ、それゆけメッセンジャー。テーマにご応募の方は今週のテーマ係プレゼントご応募はおはがきで、プレゼント係までたくさんのメッセージを お待ちしています。はい、はがき行ます。え、南川地区のラジオネームスーリンさん、うん、えー、近所の知り合いが自分の畑でスイカ泥棒を捕まえました。えー、すごい話を聞いているといい警察へ、えー、行ったの？と聞いたら話をしたらそんな悪い人じゃなかったので、<ー>スイカ代だけもらったと。<laughs> 泥棒する人に悪い人じゃなかったというのは変な話ですが <laughs> と思いませんかまあでも優しさですかねっていうことなんですけれども,も周りの農家のこと考えたら突き出した方がいいかもしれんけどね,ねこういう人ってね,まですよね一生懸命なおめこぼしがあるみたいなことだらんかあんまりこりひんでしょう,ん、うたまになんか一気もうだ、ね、畑いったんバーンくっていくなんかさくらんぼとかもあるって、ねうん、ちっじゃうかやろう 悪いやつ。悪いであんな、ま一生懸命やったのにね。ね <laughs> 一回行けたら、何回もしますしね。ずっと見張っていくわけに,、ね、わけにもいかへんしな。あ、ということでございまして、はいはい、まあ、コロナもね、これからも増えてるかもしれませんから、ね。あの<っ>、皆さん、気をつけて、ね、また来週聞いてください。お会いいたしましょう。これは黒田と。はい、あり川岸ゆかでした。さよなら。さよなら。